の子供たちに国産車のミニカーをという思いから誕生したトミカは、おかげさまで今年50周年を迎えることができました。この先、時代はどんな風に変わっているのでしょうか。子供たちのライフスタイルは技術の進歩、私たちを取り巻く環境は車社会の発展、変わりゆく時代の中でトミカがこの先どんな進化を見せてくれるのか、私自身全く想像できません。だからこそワクワクする